今日は明日の出張公演のために岩手県に来て、副市長さんにご挨拶したりとか、岩手県を満喫させていただきました。なんか奥州市の FM さんラジオとかそういう感じでいろんなところに回って今日はお仕事していました。初めての岩手県でこんなに満喫できると思ってなかったので嬉しい。もう残すところあと香川県だけです。行ったことない都道府県。その副市長さんに言われて気づいたんですけど、岩手県と香川県に行ったことがなくてって言ったら、日本で一番大きい都道府県と一番小さい都道府県に行ったことがないんだねって言われて、確かにそれなと思ってびっくりしました。確かに言われてみればそうやわと思って。そう、美味しかったです。ご飯食べたんですけど、あれ海鮮お刺身エビとかサンマとか あとお米が美味しいみたいで、岩手県の一目惚れっていうお米を食べました。いくら丼で、いくら丼のそのご飯が一目惚れで美味しかった。あとリンゴも有名らしい。このリンゴの富士姫のリンゴ甘酒ノンアルコールいただいたんですけど、なんかお肌にいいらしい。甘酒私飲んだことない。多分美味しいんかな、リンゴ甘酒。乾杯。うん、すごい。これノンアルコールなんでお酒じゃないです。リンゴがシャリシャリしてる。おいしい。甘酒の味ってこんな感じなのよ。飲みます。おいしい。あ、リンゴジュースとの違い、リンゴジュースではないね。全然リンゴを感じる。あの甘酒の味を知らないから、甘酒の美味しさはちょっとよくわかんないんですけど、リンゴジュースではないかも。リンゴの食感はするんですけど、え、難しい。なんて言ってんの。美味しいんですよ、すごく。飲みやすいかも。あの優しい甘みって感じ。平安時代から飲まれている甘酒に、優しりんごをすりおろして入れた新感覚の
爽やかな甘酒だそうです。岩手県産のリンゴが入ってるんですね。でめっちゃリンゴ入ってる、下にめっちゃ溜まってるぐらいリンゴがいっぱい。甘酒好きな方はぜひこちら。リンゴって青森のイメージがあったんですけど、岩手県も美味しいんだなって今日気づけました。海鮮が美味しいイメージはあって、あの岩手にお友達がいて、昔あのサンマとかアワビとかホタテを大量に送ってきてくれたことがあって、でそれを食べた日から岩手は海鮮が最高っていうイメージがドーンって頭にあったので、今日は海鮮も楽しめて、なんかお刺身にめっちゃ脂が乗ってて、ブリとかめっちゃ美味しかった。そう、会ったことないんですけど、そのお友達には。昔ね、もう AKB 入る前って感じ。あとここも行った。ここで少しだけの時間しか入れなかったんですけど、なんか宇宙天体観測的な地球で持つカンカンの重さと月で持つカンカンの重さと木星で持つカンカンの重さが全然違うくて、そういうのを試せる。地球は普通なんですけど、お月様はめっちゃ軽くて、木星はボワーって重いみたいな感じ。そう、面白かった。あ、そう、あと奥州市は野球選手の大谷翔平さんが出身らしくて、市役所、奥州市役所ですごい大谷さんのポスターとか、あの握手、手だけのなんか像、握手像みたいなのが、もう本当にここから先だけのこういう感じの大谷さんの手があって、なんかスキャンしてみたいなで作ったらしいんですけど、それと握手させてもらったり、とかあと大河ドラマの撮影場所とか、逃走中のロケ地とかにもなった場所にも今日行かせていただいて、歴史的なもうめっちゃ綺麗なところで、あの写真撮ったのでまたちょっと載せさせてください。今日めっちゃもう行きました。奥州市満喫、奥州市大満喫。結構朝早く新幹線で来て、で副市長さんに挨拶、記者会見、あとこの宇宙行って、その後大谷さんと握手で、その後 FM ラジオ、奥州
FM 出演させてもらって、でその後番組、岩手の番組に出させていただいてからのご飯で今って感じ。めちゃめちゃ満喫できて楽しかった。レミタンとユキちゃんと3人で今回回らせてもらったんですけど、明日のまあ告知というか来たよっていうので、なんかすごい温かく出迎えてくださって、市役所でこう、まあ、衣装を着てこうご挨拶しに行くっていう時に、もう全社員さんが総出でこう拍手で私たちを迎えてくれて、本当にもうみんな拍手、携帯でスマホでこう撮ってたり、こうみんなこう拍手で、角を曲がった先にもたくさん社員さんが並んでらっしゃって、も拍手えみたいな、ちょっと待ってみたいな、あったかーみたいな一番最初がそういうお出迎えだったので、めちゃくちゃなんかありがとうございますみたいなそう嬉しかった。皆さん温かくてそう拍手、市役所で拍手なんてされたことないからちょっと初めての経験に戸惑いましたけど、めちゃくちゃ温かくて本当に優しい方ばっかりで素敵なところだなって思いました。明日の出張公演がより楽しみになりました。明日岩手で Z ホールで出張公演したら、次の日は秋田県、いつぶり秋田ツアーじゃないね、秋田はどこ、いつ行ったやろ、私秋田であります、出張公演いつぶり、もうめっちゃ久しぶりの秋田県なんですけど、すごい楽しみです。ちなみに今日行ったご飯屋さんでティッシュもらいました。お茶漬けじゃなくてティッシュなんです。これなんかこの今日行ったご飯屋さんで作ったんですかみたいな聞いたら、いやいやこれ100均に売ってるのよって言ってお裾分けしてくれました。ティッシュちゃんと梅干し茶漬け、そうティッシュ見て白いやろ、ティッシュでーす。100均に売ってんねんって、これ岩手の、東京にもあるか、え、そう面白くないこれめっちゃじゃあお茶漬けみたいやから、私最初お茶漬けもらえるんやと思って、お茶漬けやと思ったらティッシュやった梅茶漬けやったって思ったらティッシュやった
騙された。これおすすめ。ティッシュには見えないよね、さすがに。さすがにティッシュには見えへん。ティッシュでした。ティッシュ使うからね、ありがたい。お茶漬けにしか見えない。今日もルイボスティー、ルイボスティー、もうルイボスティーが好きすぎて、最近お水はまあ基本的に飲むんですけど、ルイボスティーが美味しいからめっちゃ飲んでる。いつぐらいからルイボスティー飲み始めたの？あ、でも今年からハマってるかも。飲まない日もあるんですけど、なんか見つけたら買っちゃうんで、今日買っちゃいましたね。今日の飲料はこちらの甘酒とルイボスティーですね。ケールのサラダって美味しいの。そう、私サラダにもハマってて、まあ、ハマってるっていうか好きなんですよ、あのお店のサラダが。でケールってめっちゃ体にいいらしくて、詳しくは調べてほしいんですけど、ケールってめっちゃ体にいいらしいから、ケール美味しいなと思って。ケールって自分であんま買わないじゃないですか。コンビニとかにもないし、コンビニはレタスかキャベツやん基本。でもケール大量にコーンとかブロッコリーとか、あとあの雑穀米みたいなお米ちょっとと、あとクルトンとかいろいろ入ってるのに、オリーブオイルと岩塩、ピンク岩塩かけて食べるのが私本当に大好きで、結構食べてるんですけど、週3ぐらいで今食べてるんですけど、めっちゃ美味しくて、最近そうだから、そのサラダも好きなのカスタムできるんですけど、もうケール一択、ケールしか勝たん今。ケールが美味しい、本当に。なんか味そんなに美味しいけどね。そう、ちょっと硬い、硬いっていうか、シャキシャキとまではいかないけど、ちょっと歯に挟まる、あのいい意味で、なんやろ、しっかり食べてるよって感じがする。パクチーとか食べますね。まあそんな感じ。パクチーより味はないけど、パクチーみたいな香りはあんま強くないけど、ケール美味しい。まあここは岩手県なので、
まあでも今日結構大満喫して、このりんご甘酒、まずりんごが美味しかったのと、岩手県のりんごと、あとなんだ、海鮮、イカゲソの天ぷらとかめっちゃ美味しかった。天ぷらじゃないか、イカゲソ揚げとエビの天ぷらとエビ焼きと生エビ、エビ3種類食べて、ブリがめっちゃ美味しかった。あとでも一番美味しかったのは生エビ、あと一目惚れ、あれお米美味しかったかな。あと納豆の磯辺揚げっていうのがあって、そのお店限定かもしれないけど、納豆に海苔が包んであって、それを揚げるみたいな、天ぷらするっていうのが美味しかったかな。あと今日は海鮮食べたんですけど、和牛とかも美味しいらしくて、でも食べれてないし、多分もう今回は和牛食べれないかなって思うんで、また次いつか来れた時はお肉の方も食べたいなって思います。あ、そう、盛岡だと盛岡ラーメンとか盛岡冷麺かながあるって言ってたんですけど、ここはあの奥州市ということで、あの全然盛岡感は全くなくて、奥州市を満喫したので最高でした。自然豊かで、あ、そう、電車であのワンマンカー、ワンマン電車っていう電車に乗り換えたんですよ。電車が駅、各駅に止まって、止まってるのに開かないんですよ、扉が。自分で開けるっていうボタンを押さないと開かない。閉まるときは自動で閉まるらしいけど、その電車に乗った。あと、そう、大谷翔平さんと握手した、あの握手像で、ここだけのこういうの握手しました。はい、あ、そう、ワンマンか、ワンマン電車わかんないけど、あの電車は寒いからね、毎回毎回空いてたら暖房効かへんから、やっぱわかる、そうなんやろうなって思って感動した。そうなんです、そんな感じで一日あの岩手県を満喫できたということで、明日は岩手県の出張公演楽しみです。まあ、これがメインなので、明日はしっかり頑張りたいと思います。はい、じゃあランキング読んで10分ぐらいアフタートークして終わりますね。13位、かすけアット、今日も今日の髪型かわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、あきふみアット、せりちゃんの飲んでる甘酒おいしそうさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、安楽生涯ゆずかたんおしアット、せりちゃんの配信を見て岩手県に行きたくなりましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、幻しやっと、明日の公演頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、としくんあっと、初めての岩手県楽しめてよかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、けんぱあっと、この後の SNS も楽しみにしてるねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、
ヨッシーアット東北楽しんで10月もよろしくさん、ありがとうございます。よろしく。6位マサノブアット岩手県寒い、思ってたより寒くなかった、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。5位山ちゃんアット秋田岩手行くさん、ありがとうございます。待ってます。4位眉毛アット、せりちゃんが岩手県にいるから私も岩手県に行きたくなりました、さん、ありがとうございます。書いてないけど。3位マッチンアット秋田公園行くからね、さん、ありがとうございます。待ってます。2位ケンケンアット今日もショールーム楽しくて幸せリカーさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位はたまちゃん TS アット今日もせりちゃんに一目惚れさん、ありがとうございます。はい、さすが岩手の一目惚れとせりかに一目惚れでかけてうまい、ありがとうございます。初岩手なので今日はしっかり楽しめたのでゆっくり寝て明日出張公演楽しみたいと思います。髪型本当に可愛いです、ありがとう。これはねじりハーフツインっていう髪型でウェーブっていう巻き方、うねうねさせた巻き方にしています。最近これよくねやってます。あ、でもさっきランキング読みで割とあったかいって言ったんですけど、岩手県朝と夜は割と冷える、風も冷たいので羽織は必ず持ってきた方がいいかも。特に明日と明後日寒いらしいからなんかあったかいの調節できるものがあるといいかもしれません。でまあ東京も私朝早かったんで全然寒かったんですけど、ももちゃん生誕イベント応募しました、待ってます。ももちゃんの生誕イベントは10月14日にあるんですけど、なんか結構歌ったりとかするんですよ。で何歌いたいみたいな聞かれて、結構私が歌いたい曲なんか歌えるっぽいんで楽しみです。マジで遊びに行くみたいな感じになってるんですけど結構楽しみあのね普通になんか楽しみ、外でこれ歌えんのみたいな感じで、すごく楽しみなので来てください。一般販売ならセリカ推しの皆さんも来ていいみたいな感じだったので、14日なので平日、あ、祝日や、体育の日やっけ、なんで来てください。まあソロでは歌わないんですけど、さすがにももちゃんのバースデーイベントなので私がメインでは全くないんですけど、ガヤみたいな感じでいるのでぜひ来てください。でも結構モサセの LINE グループでめっちゃ話してるんですけど、昨日も大盛り上がり、そのイベントのことで大盛り上がりしたので、もう今からとても楽しみです。あ、スポーツの日スポーツの日や、そうね、当たってほしい。そうね、まあ、ももちゃんファンの方が優先で当たると思うんですけど、まあ、私のファンの方にもまあ来ていただけたらなと思うので当たりますように。そう、モサセの絆、昨日はハマちゃんと2日連続だったんでしょ。そう、あれ、
昨日はレイトショーを見に行ったんですよ。スオミの話をしようっていう映画を見に行って、昨日の昨日はね、何したっけ、あ、大戸屋に行きました。2人で大戸屋行って黒酢のご飯定食食べました。美味しかった。一緒にお買い物してみたいな感じかな。そうそう、レイトショーを昨日見てから今日の朝早起きで奥州市に来ました。スオミの話をしよう。あの、面白かった、めっちゃ。途中のシーンで、あの、おもろすぎてえみたいなシーンがあって、あの、おもろすぎて一人で笑ってたんですけど、隣のさやな見たらさやなも大爆笑してて二人であんま声出して笑えないから、無言で肩揺らしながらめっちゃ笑ってました。映画終わってからも思い出し笑いして二人で楽しんでました。とても楽しかったです。はい、いや、なんかそんな一人で見てたら、まあクスぐらいかもしれないんですけど、なんかおもろくていや、横見たらこんな感じで笑ってるからみたいな、おもろくて、それがこう体勢がこうなるぐらい笑ってたから、もうそれが面白い。久しぶりに映画館に行って映画見に行ったんですけど、いいですね、やっぱ映画って。なんかもう家で見る映画は、あの、割とまあ途中で携帯触れたりとか、もう自由ながら見みたいになっちゃうけど、あの、映画館だともうめっちゃ映画に集中するから、あの、本当にいいなって、この時間大事だなって思いました。しチュリトス食べて、チョコクリームが入ったチュリトス、あれが美味しくて、映画始まる前にいつも食べ終わるんですけど、はい、美味しかったですね、チュリトス。ママちゃんのバスツアーでもセリちゃんとモモちゃんの話多めで本当に仲いいんだなと言ってほしかったです。え、そうなの。もうさやな、私たちのこと大好きだから助かる、本当に。私も多分バスツアーしたらモサセの話でいっぱいになると思います。北海道で食べたいものありますか？回転寿司行きたいですね、北海道行ったら。チュリトスは多分 USJ 名物。あ、この前、あ、ナルタワチャンネルのナルサブの方で USJ の大阪観光のやつが載ってますので、ぜひ見てください。ユニバでチュリトス食べなかったのよ。ゾロの緑のチュロスあったんですけど食べれなくて、なんかいろいろ他に食べてたからお腹いっぱいになっちゃって悔しい。ディズニーにもあるよね、そういう食べ物、チュロスみたいな、こう長い棒。ミスドにもあるよね、こういう風船型みたいな。
めっちゃ楽しかった。楽しみすぎた。さすがにハニーチュロ、ハニーチュロ、そうチュロス好きなんですよね。なんやかんや一番ではないけど好き。ハニーチュロもミスと言った時あんま食べないけど、まあ好き。ミスと言ったら最近はあの前あのさいちごミルクのポンデリングが出てたの知ってます？あれが絶品で、あれが結構久しぶりのミスドだったんですけど、その後差し入れでお芋のブリュレの今売ってるポンデリングみたいなやつ食べたんです。いただいてかな、中身がないふわふわのやつ、あれ美味しい。あれがめっちゃ好き。前はあれ何やったっけ、チョコファッション、チョコファッションが結構好きで食べてたんですけど、最近は割と軽めなエンゼルフレンチが好きです。ポンデリングは安定に好きなんですけどかな。あとゴールドチョコのゴールデンチョコレートみたいなドーナツも結構好き。そんな感じ。あとカスタードクリームが入った粉いっぱいついてるやつも好き。名前が名前分からへんけど、カスタードクリームみたいなやつも好き。あれはホイップクリームとじゃなくて普通にカスタードが好きかも。うん、ほぼ好きですよ。まあたまに行くからなんか貴重な感じがしてます。毎日食べない感じがすごく尊いなって、ミスと尊いなって思います。秋葉原のミスとか閉店するの悲しい。え、あそこのあの通りの、マジ一回行ったことある。一回行ったことあって、マジ知らんかった。じゃあ知らずに行ってな、閉店してたらめっちゃ悲しい。教えてくれてありがとうございます。あそこのミスドなくなるんや。てかミスドって私あんまり見かけないかも。まあ、最近見たけど、銀座にあるよね。あのそこも行ったことある。あとやっぱ地元大阪でやっぱり食べますね。新大阪駅にもあるんですよ。結構ありますね、どこでもあるわ。そんな感じですかね。楽屋にあって嬉しい差し入れ、なんか割とスイーツとかいただくことが多いんですけど、なんか最近紅茶とかカフェオレみたいな、コーン飲めるストローでこうやって吸えるようなやつ欲しいなって思いますね。いや全部嬉しいんですけど、なんかご飯系とかドーナツとかグミとか結構いっぱいいただいてるので、飲み物欲しいなって。スタバとかねタリーズとかでもいいな、ドトールとかでも、そういうハニーミルクティーみたいな。最近カフェオレよりミルクティー派なんですよ。
アイスティーとかカフェラテとかそっちじゃなくて、まあほうじ茶クラシックティーラテは大好きなんですけど、コンビニとかでカフェラテじゃなくてミルクティーとかアイスティー、なんか紅茶ティーになりました最近。ここ2ヶ月ぐらいなんかティー派、コーヒーじゃなくてティーが結構いいなって思ってて、昨日も映画館で あれですアイスティー飲みました。あ、ティー、はい、まあ、そんな感じでですね、30分ぐらい配信しようと思ったんですけど結構喋りすぎましたけど、ありがとうございました。なんか最近携帯の裏にペタって貼っつけるスタンド、こうスマホスタンドみたいなやつ買ったんですよ。だから今それでこう立てて、いつもはティッシュ箱とかに携帯を立てかけてやってたんですけど、携帯の裏にパンって貼ってこうパカって開いてピュッてスタンドになるのがあるんですね。便利で、それが今日初めて活用したんですけど、まあこれをやりたくて配信したっていうのもあるし、岩手県楽しいよっていうのをお知らせしたかったのもあるし、だからちょっとこれからも使っていきたいと思います。はい、そう、まあそんな感じでですね、メールとか送りたいのでそろそろ終わります。今日もありがとうございました。また連絡しますっていうか SNS 更新します。ありがとうございました。バイバーイ。